Hey guys, thanks for checking out Chris's room. 今日も見てくれてありがとう。この間さ、俺通勤で家帰ってるわけよ。ですっげえ調子乗って帰ってんのね。そしたらピーンってメールが来て、なんかすっげえ怖いメールだったの。でメールが来た瞬間、うわーってなって、もう僕の人生すべてが一瞬でダメになっちゃったんだよね。こういう経験ってない？まあ例えば上司からなんか一つフィードバック言われてゾクってなっちゃって、なんか超怖くなって仕事辞めたくなりたいとか泣いちゃったとかっていう経験ないかな？ね、またはなんか先生から怒られて超怖くなっちゃってって、で本当にもうダメになっちゃうって、そういう感覚だったんだよね。で気づいたの、はって、なんで俺こんなメール1個で落ち込んでんの、おかしいじゃんって思って、パーンってひらめきが来たの。やべえ、俺って丸バツ感覚で人生生きてんじゃんって。でこれを仲間たちと話したら、いやそれ俺もそうだよって、ちょっとした出来事があるともう本当に最悪の場合のケースを考えちゃって、もう怖くなって行動ができなくなっちゃうっていうことなんだよね。英語にすると考え方が black and white、 黒か白、まあ日本語にすると丸か×になるっていうことなんだよね。でこれは実はね、俺ねこれねマジね真剣にマインドトレーニングをこの3ヶ月やってきたんだよね。したらさ、1日マジ20回から30回ぐらい自分で自分に、あこれダメだよとか言ってんのね。例えばね、アポがあってちょっと遅れちゃうじゃん。で電車が遅れてるのか、俺がちょっと遅れちゃった、あ俺遅れる、3分遅れる、あもうダメだってなって、ね、簡単に電話して すいません今20分前なんですけど5分遅れますで終わるわけじゃん。その自分が死ぬとかそんな被害はないわけよ、遅れるだけで。なんか例えば数学の宿題が下手くそとか、数学が苦手でテストがあんまりうまくできなかった、でその時にね、なんか仲間とか友達とか、ね、先生がおめえダメだよなって言ったら、それ事実じゃないじゃん、ね、それは数学が苦手だからちょっと弱いところはあるかもしれない、自分でそこまで行きたいっていうレベルにはなってないかもしれないけど、自分がダメだっていうことないじゃん。何なの、自分には5つの部分があって、この2つの部分がうまくいってなかったらあなたはダメな人間なんです。何言ってんだよ、そんなバカな話ないじゃん、ね、そもそも自分がダメだって思うのは、ね、他の人が言うことじゃなくて自分がそれを信じたら本当に自分がダメだって思い始めるじゃん、ね、だから他の人がお前ダメだよって言っても、それは本当に一部的に自分がダメなところがあるのか、本当に自分がダメなのか、これは絶対守らないといけない場所だと思うんだよ。本当に正直言ってさ、この日本の社会、俺日本大好きだからね、 I love Japan、 でもこの日本の社会の流れって結構あなたはダメな人、あなたはいい人、できる人みたいに分かれてない。で俺たちも実際に他の人を見てあの人ダメだよなとか思ってない、口では出さないけど、地下鉄とか乗ってて、なんかちょっとね、できなそうな人だな、あの人ダメなんだなとか俺たちも言ってない、まあ、どういうことかっていうと、ね、子供の時なんか塾行くじゃん、で宿題やらないとダメよって言われるじゃん。なんでって言ったら、まあ、宿題やらないといい点数になれないからもっと頑張りなさいって、なんでって、大学入れないとお前ダメだよって、だって大学入れないといい仕事につけないんだよ、でいい仕事につけないとダメだよ、お前本当に人生ダメになっちゃうよみたいなのが毎日続いてない？だから本当に俺たちってやっぱり、ね、この戦後仕事がない時にお父さんが工場マンで、自分が家族を支えるために、父ちゃんを支えるために、母ちゃんを支えるために頑張って東大入るぞ、頑張って大手入るぞっていう、それは恐怖から来てないわけよ。ワクワクっていうか、そのやる気のモチベーションが違うわけよね。欲しいから自ら動いてるわけよ。今はお前そこに入れなかったらやばいよっていう恐怖から来てるわけよ、ね、
で、僕たちはこの恐怖をそろそろ社会的に外していく時代に入ってると思うんだよね。なぜかというと、実際に僕もビジネスを勉強してビジネスをやっているんだけどね、ビジネスって恐怖からお金は生まれてこないんだよ。正式なビジネスとしては、ね、人が喜ぶからお金が回ってくるわけよ、ね、人が楽しいから、このサービスいいなと思うから広がるんだよね。すっげえ話ずれてるように聞こえるんだけど、ね、ポイントは、ね、今の時代は、ね、クリエイティブなことが必要になってくる時代なんだよ。自分が得意なことで好きなことで誰かのためになること、誰かを救えることで、そこでお金が発生するんだって気づいて、チームマネージメントとかキャッシュフローとかを学ばないといけないんだけど、僕たちは子供が80点の数学取れなかったらお前ダメだって言ってるわけよ。で、それが残ってるから社会人になってもちょっとミスしたらお前ダメだってなって、自分がダメだとかなってるわけ、ね、このね、お前はダメだっていうのは結構日本の社会に大きくあるものだって僕は個人的に思うんだよね。で、なぜかっていうと、それは日本の教育が大きいと思うんだよ。僕は間違ってる可能性もあるよ、ね、でそれは日本の経済の歴史を見てきて、で日本の教育を実際に見てきて、で戦後の経済とかを見たって僕は意見を言ってるんだけど、このビデオのポイントはこの丸×の考え、ね、ちっちゃいことがあったら、あ、全部ダメになるっていうのが、もし自分にやべちょっとあるかもなって思ったら、ぜひですね、その癖がひょっとしたら入ってるかもなっていうのをちょっとだけ考えていただきたいんですよね。で、僕も実際にね、それをこの3ヶ月結構頑張って、それをすごい外すことができたので、いつもバツバツダメになるっていうのを思ってたんだけど、このビデオを出して、この YouTube のビデオを出して、これが失敗して、でみんなが嫌がって、社会的に叩かれて、ビジネスもダメになって、友達もなくなっちゃって、家族も刺されて、俺絶対ホームレスになるみたいな、なんか恐怖が入ってんだよね。本当にこれやらないとダメだよみたいな古い教育が、それを自分で、いやそんなことないじゃんってロジカル的に理解して、この感情って嘘じゃんっていうか癖だけじゃんみたいな感じで、それを最初難しかったけど、パンパンパンって叩いてたら、すっごい幸せになってきたの。で、もしこのやり方に興味があったら、次のビデオで、多分次のビデオになるよね、ゆかちゃん。はい。ね、次のビデオで、ちょっと、3ヶ月に実際に僕がやったトレーニングの方法をやり方にしたので、それを皆様にぜひね、差し上げさせていただければと思います。Alright, you guys. 本当にね、僕は、ね、みんな、あなたが本当に素晴らしいことを中に持っている、それを知っているっていうか、ね、それをもっとあなたがもっと楽に出せれるような、ね、そういうなんていうのかな、考え方っていうか、そこの勇気、ね、その勇気の応援、ね、永遠に苦労を続けるんじゃなくて、目的を明確にして努力をする、ね、そして実際に結果を得れるっていう、そのようなお助けをできればと思っております。Alright! よくね、ちょっとね、わけわかんないビデオだったかもしれないんですけれども、I love you guys and I will see you next time on クリスの部屋。本当にありがとう。I love you guys!